こんばんはホラー作家の田辺誠也です田辺誠也の奇妙探求、今週もよろしくお願いしますさて今夜は特別編です私田辺誠也が夏にニュージーランドで集めた奇妙なお話の数々を皆さんにお伝えしていこうと思いますまず最初のトピックはニュージーランドの最強と言われる心霊スポットに行ってきました まあそれはどこかと言いますとキングシートっていう名前のねあの精神病院の跡地が今スプーカーズっていうお化け屋敷として運営されているんです。でそのねあの精神病院がとんでもないところでしてまあ過去に患者のネグレクトや、まあ、不審死まあ、看護師さんの自殺も多くまあ今もあえ インターネットで、新聞の記事などで当時働いていた方の手記や裁判、まあの記録は確認することができます。えー、電気ショックやあの水をかけられて放置されたですとか、まあ、患者が犬の,のように殺されたですとか本当にショッキングな内容が非常に多く書かれています。 でそんな精神病院1999年に閉鎖されるまで800名ほどの患者さんが収容されていたそうですそして、えー、1999年に閉鎖された後そのキングシート精神病院を刑務所に改送しようという声があったんですねやっぱり高い塀に覆われているしあの周りに何もないし で少し行ったところに、まあ、深いちょっと谷みたいな川が流れていたりして本当に脱出不可能な作りになっていることからそんな計画が出たそうなんですけれど、まあ、地元住民の反対運動などがあって、まあ、結局刑務所になるっていう計画が破綻してしまうんですよ。 じゃあ何になったかっていうと看護師さんがいた居住棟を住宅として貸し出すことにしたんですね。するとそこに住んだ方々がポルターガイスが起こるとか夜寝ようとしたら悲鳴が聞こえる食器がガタ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 と勝手に揺れたと思ったらすべて食器棚の中にあるのは 陶器でできたお皿なのに、アルミでできたようなカン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 って食器を打ち合わせるような音がしたでその方々を調べてみたら当時の精神病棟で使われていた食器はアルミ製だったっていうそんな心霊体験がもう積もりも積もって100軒以上集まったそうなんですよ。 でまあ、住む人もだんだん少なくなっていって、えー、居住するスペースとしてもやっぱり良くないんじゃないかっていうことで閉鎖されちゃうんですねそれで、まあ、ずっとあの心霊スポットとして、まあ、一部のマニアの人が怖い場所幽霊が出る場所っていうことで訪れるっていうような場所だったんですけれど。 その後ですね、えー、ローザーリングなどの映像で知られるウエタスタジオの手によってお化け屋敷に改装されたそうですまああのー、非常に大きなねお化け屋敷で、えー、7時オープンだったんですけれど6時40分ぐらいに行ったらもうあの行列ができていて。 でそこのねお化け屋敷に行く途中真っ暗で本当に何にもなかったんですよ道間違ってんじゃないかなって街灯もなくて本当に自動車のライトが照らす範囲内にもうアスファルトの道が見えるそのよう道をずーっと進んでいったらレンガ造りの建物は遠くの方に見えてあ道があってたんだってでそこまでは一回車とか人なんかも 誰を見なかっっったのにいっぱいいいぱ人がいるっていうで、中に入ったらこういう腕に輪っかみたいなのをはめられましてでそこに3つの印がついていたんですよ。でそれで3つの,あのお化け屋敷がこの元病院だった建物の中にありますそれぞれを9時までに入って9時半までに退室してくださいってい。 7時に入って9時かまあ2時間もいないだろうと思ってでえっ、ー、とそしたら懐中電灯持ってるかって入り口に言われて「いや持ってない」って言ったら「いやじゃあ懐中電灯持ってる誰かと一緒になって入りな」って一人で行っちゃダメだって係の人に言われたんですよ「なんで?」って言ったら3つの化け屋敷のうちの2つは この病院の建物じゃなくて病院だった場所の裏側にある深い森を突き進んでもらうことになるからっていうえ<っ>建物なんかをこう歩いていくだけじゃないのってえー、雨とか降ったらどうするんだろうそんなこと思いながらまあ知らない現地の方と一緒に。 ここれからら何がが起こるんんんんだろうねななて言いながら突き進んででったんですよ深い森の中でしばらく住んでいったらまあ日本のお化け屋敷あるあるでまあ床からプシュッって煙が噴き出す仕掛けがあったり、まあ、チェーンソーの音がしてブン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 ってしたりでガタンってなんか落ちてきたりそういう仕掛けは続いたんですね。 でしばらくしたらギャーってすごい悲鳴が聞こえてきてあやっぱお化け屋敷だんだん怖くなってきたなと思ったらなんか様子が変なんですよ。でしばらくしたらあの血まみれの女性が茂みのガサッといっててワッと言ったら私たちのこと驚かすそうじゃなくてザッとなんか別のものに追われてるみたいに走ってっちゃったんですね。 それだけじゃなくて「誰が来て誰が来て!来て」っていう声が聞こえて「何が起こったの?」って一緒に歩いてる人と見てみたらお化け屋敷のお化けに驚かされてびっくりしてしまったことで心臓発作を起こしている方がそこへ真っ白な青を吹いて倒れたんです。それをあのスタッフのお化けをメイキアップしたままの方が「あの救急車今用から」みたいな感じで。 看護に当たっていて、いなんだかすごいもん見ちゃったなと思ってでそれで別のスタッフの方その人も顔になんか傷跡のメイクアップとかしてたんですけど「ああなたたちはもう先進んでいいから」って言われて進んでいってそして深い森の中をしばらく進んでいくとピチョンピチョンって水音がしたんですよ。 そして木々の間になぜか日本の旗がぶら下がってたんですね。で私が「日本国旗だ何でだろう?」日本のお化けは出てくるんじゃないって言って「まさか!」って言った途端にこうヘッドバンをしながら貞子そっくりなお化けが出てきたんですよ。しかもね 日本語を喋ってたんですよその貞子っぽいお化けは危な,危,な危ない危ない危ないってそう危ない危ないとヘッドバンしているしかも髪の毛はねあのウィッグっていうかずらなんですけどこうちょっとピシピシ当たって痛いんですよ。あの結構ね海外のお化け屋敷行って思ったんですけどお化け喋りますあとまあ触っては来ないんですけどなんかギミックが当たったりすることありますね。うん あれは日本のお化け屋敷とは違うんだなと。そしてしばらく行ったらあの井戸があってその上に貞子をねリング螺旋などの映画で知られる貞子のキャラクターのまんまのイラストが飾ってあってまあ予想なんですけど許可取ってないんじゃないかなって少し思いましたね。はい でそれで深い森を抜けてあの出口に出ると、まあ、次看護師さんがあのかつて住んでいて一番おはけが目撃されたっていうその看護師の居住病棟だったところを改装した場所と遺体、まあ、安置場だった場所を改装した長い長い建物の中を抜けていくんですがやっぱりあのハリウッド映画でも。 知られるウエイスタジオだけあってものすごい凝ってましたねでもね広すぎるのとやっぱ凝りすぎてて驚くのに疲れましたねギャーわわドタバタうわーうわーわみたいなやっぱりお化けはねためが大事だなとつくづく思いましたこんなに次々にお化け出てくると だん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 ん、ね、で怖さが笑いに転化してってでそれは私だけじゃなくて他の人も一緒みたい最初はギャーうわうわーとか言ってたんだけど「わっはっはっはは,はは」とかね笑いながら廊下を進んでいってあとあのお化け屋敷に走らないでっていう注意をお化けから何回かされましたね「走っちゃダメ!」みたいな。 まあそんな感じでキングシートホスピタルを改装したお化け屋敷非常に堪能させていただきました、まあ、そこの,あの管理者の方にも、えー、インタビューを申し込んだんですけれどもともとそこをお化け屋敷として選んだのは本当に偶然でそこでかつて何があったかは知らなかった。 ただ不動産屋さんにお化け屋敷を作りたいそれもあの今までにないようなもう最強と言われるようなお化け屋敷を作りたいそれにふさわしい場所っていうことで場所を借りただけだとそこで過去に何があったかというのは運営してみて初めて知ったというふうに聞きましたそしてえー、いろいろとニュージーランドでは。 階段づくしでして、お化け屋敷に行った後にですね、ゴーストツワーにも参加したんですよゴーストスワーは、えー、マオリ族の豊岡さんっていう方に案内していただきましてニュージーランドの、えー、市内をね、あのいろいろ案内してもらいました、えー その方は、えー、マオリ族のちょっと読み方がねマオリ語だから間違っていたらごめんなさいえー、ウガプヒ族とタイヌイ族の血を引く方でその部族にまつわるいろんなエピソードを聞かせてくれたんですよ。例えば彼の部族では人が亡くなった時に死者を埋葬せずに遺体の 骨を思い出の品や武器とともに洞窟に安置するそうなんですよね。で洞窟にはひねのきという名前の魔女がいまして死者の体を守るとされているみたいなんですよ。で、えー、ひねのきは楽器の名人でもありまして。 美しいいをを奏でるる。笛を持っているその笛はその部族の先祖の大腿骨でできたフルートだそうですごく澄んだ綺麗な音色を奏でるんだそうですでもその洞窟別に本当に安置してあるだけで入り口に鍵がかかっているわけでも蓋がされているわけでもないんですよでもその マオリの人たちと一緒に埋葬されている武器が翡翠でできていましたり他にも宝物でできているものですか工芸品のそれを目当てにした洞窟がねかつて相次いだそうなんですよねすると洞窟した人は風の音のような笛の音を聞いたりですとか。 魔女の夢を見たそうです。そして多くの洞窟した人たちが30歳を前にして亡くなったというそんなことがあったみたいでなんでそれが分かったかというとよくわからない夢を見るですとかそういった不安を訴えている方が亡くなった後に遺族の方が調べてみるとおそらく。 墓嵐によって得たであろうと思われる洞窟品が遺品から出てきたからだそうです。そして、えー、もう一つ聞いた話がマオリ語で「モコカイ」というねものでしてモコカイって何かっていうと干し首のこ,となんですよこういうあの干した首でちっちゃい。 工芸品としてて知られていますよねハリー・ポッターの映画何回も出てきたので知っている方も多いんじゃないでしょうか。ニュージーランドでは1830年頃まで星首マオリでモコカイを作っていたらしいんですね。でモコカイの作り方はまず、えー、女性がね体を解体するんですよ。でなぜ女性かっていうと 命を生み出せるから死に触れても大丈夫だ命を生み出すことができる存在だから死に触れても死に引っ張られないという思いからだそうです。でそしてその解体された体はどうなったかっていうとまあその解体された方の立場にもよるんですけれど多くは食べられてしまったそうです。どううやっってて食べたかっていうと えー、クマラサツマイモと一緒にバナナの葉にくるんでハンギという虫料理にして食べられたそうです。そして頭の部分はまず目を取り省いて次に脳を取り省いて頭蓋骨をすっぽり取ってから縫ってですねこういうえー 雨の繊維ででったかごに入れるんですよそして海に沈めて浸透圧なのかなあのギューって海の中に入れるとふやけるんじゃなくてちょっと縮むらしいんですよそして3日ぐらい経ったらザバッと上げて干すまた海に沈めるザバッと上げるそうやってゆっくりと縮めていってある程度こう縮んだら次は、えー、樹液を塗って。 で,でその後にサメの油を塗ったそうです。でまた干すと。でそうやってあのかなり大変な工程を得て作った干し首モコカイなんですがあのキャプテンクックがニュージーランドを発見した時にエキゾキチクのお土産だっていうことで非常に気に入られましてたくさん。 物々交換に出されたそうです。でその後マスケット銃っていう銃とね、あのその星首が交換されるようになって、マオリ族同士の部族間の戦争にその星首と交換した銃が使われてしまったそうですね。でそんな風にしてたくさんの星首が海外に渡ってしまったそうなんですけれど、それを今取り返す運動がねずっとされてまして。 で、中にはね階段めいた話もありまして例えば何か頭痛がするとか夢に目を見開いた入れ墨を顔中に入れた生首が出てきて何か言っていると訴えかけてくると何だろう何だろうと思ってで、そして占い師の人に言ったらその首を。 家の中の中どっかにいるは何だ,、えー、だろうそんな顔上に入れ墨を入れた生首なんとうちにあるわけないじゃないか」と思って探したら本当にそういう入れ墨がびっしり入った星首が出てきてで驚いたなんていう話があるみたいでね。 でマオリの人たちはモコっていう入れ墨を顔に入れて身分や部族を示したそうで、えー、今もあの首が返還されるとその入れ墨の柄によってどこの部族に変えるかっていうのを決めてちゃんと渡しているそうですね。で他の、えー、国の星首だと目や唇を縫うことが多いんですけれどニュージーランドで作られている星首は。 そういったことをしておらず、えー、目や口が開いたままのものもが多いいそうです。いや何ていうかなかなかねこういったマオリの文化に関することはやっぱりマオリ族に関係ある方じゃないとなかなかお話できないしでそうじゃない人が語るとやっぱり嫌がるケースもあるという話を聞きました。そういうい意味でねあの えー、手いやさんに聞けてよかったなと思いますねなるべくその国に行くと私ゴーストツアーに参加するようにしているんですよ。あの観光客はね実はあんまりいなくてその地元の方がゴーストツアーって参加しているケースが多いんですよ。そしてあの,あのゴーストツアーの案内人も なんていうか幽霊を信じているとか見えちゃう人とかではなくてその土地にまつわる記憶ですとか歴史が知りたいなと思って調べるうちに不思議な話に行き当たってどんどんそれを調べるのが面白くなってそして知ったことを誰かに伝えたいと思ってそういうゴーストツアーを始めたっていう方が多いですねいろんな国に行ってその辺りは知りましたけれど。 日本でもあのゴーストツアーをやっている方いらっしゃると思うんですけれどそれにも参加したことは何度かありますねあのそれはね、えーまあ、英語でやってたっていうのもあるんですけれど、まあ、ほとんどが外国人の参加者で日本のそういうエキゾチックな面というか日本に出る幽霊の歴史テストが魅力に惹かれる。 でもっとねやってほしいっていうようなね声を聞きましたね以前あの大阪城で、えー、大阪城元天守閣の学委員を務めていた北川宏先生や中山一郎さんがあの行った大阪城の階段ウォークなんかもあっという間に店、えー、員に達してしまったと聞いたので。階段階ね、あの ライブハウスとかでやるのも非常に面白くて楽しいとは思うんですけれどああいうね階段ウォークとかもねもっと増えてほしいななんて思っていたりもしますねでもあのー、過去に松原谷さんが「生きる」っていうねラジオ番組で「歩く」っていうなんかツアーを組んだ話を聞きましてそれはなんか10キロ 以上歩いたっていう話をちらっと聞いてそれはちょっと辛そうだなと思ったのできればね2キロ前後ぐらいが理想ですかね階段ツアー松原谷さん元野球部だみたいな話をあの過去のゲスト会で聞いたことあるのでやっぱり体力が違うんですかね私は1 0キロも歩いたら3日ぐらいは何にもできないっていうか全く歩けそうにないですね はい、そしてね。あの現地の超常現象調査団の設立者にインタビューしてみたんですよ。で、あのこちら <noise> ホーンテッドオークランドっていう本の著者の、えー、マークウォールバンクさんっていう方で、えー、もう30年ぐらい。ニュージーランドの怖い話をずっと探して求めている方なんですよ。で、この方もあのそんながっちり。 幽霊とかを信じてるっていう方ではなく怖い話は自分の目の前で起こっていることなのか頭の中だけなのかわからないそのわからなさが怖さである怖さであり面白いところなんじゃないかっていうそんなスタンスの方でしたね。であのいろんな、えー、呪物もお持ちでして近所にあるアンティークショップの話なんかもしてくれました。そこで買ったあのー お人形さんがですね、スコットランドからやってきたものらしいんですけれどスコットランドに帰りたい帰りたいというような感じでいろんな厄介なことを引き起こすから友達のスコットランドにこれから帰るよっていう方に渡したなんていう話も聞きましたね。で、えー、いろんな話を聞いたんですけれどあのその中で印象的だったのが テケテケっていうのはねあの鉄道事故で下半身をなくしたので上半身だけでバーッとっ手でこう手ではうようにして追ってくるっていうあの都市伝説のお化けの一種なんですけれどまあいろんなパターンや説もありますがそれに似た姿の リオカがニュージージランドにも出て、で鉄道事故で実際に亡くなった駅員さんであの当時のもうほんと19世紀ぐらいの駅員さんの制服の姿で駅の建物の脇にこう手だけで上半身をささ支えていて立っていて時々笛をこうピューブみたいな感じで吹いたりして。 そんな姿を見るっていう、その姿を見せるだけで特にこれというものはないみたいなんですがでいろんなあの話をしてくれたあのこの人たちが集まっている、えー、レイクハウスっていう場所がありましてでそこに、えー、泊まり込んで時々幽霊を探したりしてるみたいでであのこのマークさんはそこの家では 幽霊を見たことはないんですけれどマークさん一人しかいないはずなのにドアノブがこうガチャッと回ってギーッと開いたり階段をドタドタドタってかき回る音を聞いたりしたそうででなぜかそのレイクハウスもともとは別の場所に立っていてカルト教団が使っていたそうなんですよねマークさんいわくどんな教団だったのか具体的には まあ、お話はできないって言われてでなんでって言ったらまあちょっと性的なまあやらしいことをするようなまあ何て言うかそういう教団だったらしいんですよね。で、えー、2階建ての建物です2階の上に、えー、天窓があるんですけれどそこになぜか行くことはできない。 にもかかわらず屋根の上に人がちゃんと座っていてこう手を振っていたりこういうふうに座ってみいるのをあの見る方がいたりしたそうですねあとマークさんは見たことはないですけれど会議室の一室の、えー、屋根の屋根じゃん天井のところからね体が雲で顔だけが人間の女性の姿の これぐらいの大きさって言ったからあんまり大きくないんですねそういう雲女みたいなのがねこうベタっとくっついてこっちを見て笑っているのを見たなんていう話も聞きましたねまだまだ他にもいろんな階段があってこのマークさんあのー、その 超常現象調査団ということでいろんな機材を使ってその幽霊が出る場所に行ったりしてで、えー、その理由を突き詰めたり幽霊を記録しようと頑張っている方です。で北野誠さんのねあの「お前ら行くなと一緒で」でなかなかやっぱ取れないんですよね幽霊ね。 そしてあの幽霊が出るっていう有名な心霊スポットを実際に行って調べてみるとここの場所ではいっぱい人が亡くなっているだから幽霊が出るんだでも実際その建物の記録を調べてみると誰も亡くなっていないただ見た目が不気味だからそういう階段ができていったんだ。 でも実際にそこに行くと今でも「有料を見る」「あそこは子供がいっぱい火災で亡くなった」「だから子供の暑いよ」っていう声を夜中にそばを通りかかると聞く人がいる廃墟マニアがそこに懐中電灯を持ってカメラと一緒に行くと子供がうずくまっていて「助けて」っていうかぼそい声を聞いたとかねでもそこで亡くなった子供は誰もいない。それどころか そこには子供なんていなかった元は老人ホームだったなんてねそんな話もあるそうです日本もそういうことありますよね実際の心霊スポット調べてみると誰も亡くなっていないとかねあのいかにもいわありげなストーリーがついているけれどあとはで調べてみたらまあ、創作だったみたいな、まあ、本当に非常に真面目に、えー 超常現象に取り組んでいる方です。今もあのニュージーランドにまつわる怪談本を執筆中というふうに聞きました。ね、あのまた取材できたらなと思っています。そして。日本とニュージーランドの幽霊の違いっていうのもやっぱり。調べてみたり、聞いていて感じることがありまして。日本の幽霊は過去に。えー 昨日誠さんんがが佇んでいいることが多い特に女性の幽霊はっていう話を聞きましてあと何か生前にやっていたことと同じことをやっている、まあ、例えば元 AD だった方が亡くなられたらそのスタジオに「あれ AD のなんとかさんあそこにいてなんかマイク調整してるけど亡くなったよねあれ?」と思っていないみたいなそういうパターンが割とあると。海外のの幽霊の場合ねね結構ね 喋るし自分の身の上というかこうこうこういう理由で亡くなったんですみたいな話を訴えてくるんですよでも日本のね古い幽霊とか脳とか他にも伝統芸能に出てくるお化けとか例えば成仏したいよとかお坊さんの前で行ったりですとかこうこういう理由で亡くなったんですけどって言ってくるケースが多いんですけど最近は 違いますよねあんまり幽霊に喋りかけられて私こういう理由で死んですごく恨めしくてもう本当成仏したいんですけど何とかしてくれませんって言われたっていうような怪談は私も随分階段集めてますけど聞いたことはほぼないですね。なのに。 えー、今回取材した階談のエピソードは割と「私はどこそこので事故で亡くなったんですが」その話聞いてくれませんか」って、まあ、例えば「枕元に出てくる」とか「夜一人で歩いていると」とトントンとカトータとかパッと振り向くともうシックスセンスなんかもそうですけどこういう。 血まみれで死んだ姿のまま時間が止まったような女性が出てきて「少し話を聞いてくれませんか?」って「え?」って驚いてい私はここの事故で死んで家族を残したんでその時に死ぬ間際にずっと伝えたかったこと家族にそれはあなた私の代わりに伝えてくれませんか?」 私の家族は名前は誰それ誰それで住所はどこそこで「I love you」と伝えてくれってパッて聞いたそしてそこの住所に行ったらもう別の方が住んでいたんですけれど前に住んでいた方がその亡くなった女性から聞いたのと同じ家族構成と名前の方だったっていうそういう階段をね今回。 ニュージーランド旅行していて、四つほど聞きましたね。たまたま同じような都市伝説として聞いたのか。それとも本当にそういうエピソードが多いのか、わからないんですけれど。日本とは。違うなぁと、私は感じましたね。はい。あと、あの、ユーマの話も聞きまして。 えー、海蛇女っていうのをね聞いたんですよ。これどういう話かっていうとニュージーランドの、えー、オークランドという町の中心部からまあ20分ほど車で進んだ場所に大きな湖があるんですよ。その湖のほとりに足が黒い触手のようにうねる。 海蛇のような足を持った女性が雨上がりに出るとそれも薄暗い曇りの日で主に冬場に出るって聞いたんですよ。でその話を聞いた学生さんたちが「本当にそんな女性がいるんだったら捕まえてやろう」「本当にいるんだったら大発見じゃないか」って言って来る日も来る日も湖に通ってその海蛇女を 待ち続けたんですよねそしたらある日湖の水面がバシャ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 ッと音を立てて荒れるのが見えまして「えこんなこと今までなかったもしかして海蛇女か?」と思って行ったらこううつむいてベールをかぶった女性が。 ずるずると何かをひょずってこっちに向かってきていたんですよえ、なん何何み,みんな見てよ見てよあれ海辺女かもしれないみんな見に行こうよって言ったら本当にね、スカートの裾からぬるぬるとこう黒い、何か長いものがぬらぬらと見えていたんですよ みんなそれを見て怖くなってうわーっと逃げたんですけど一人だけ女性がね残ってその女性向かって行って声そしたらその女性パッと顔を上げて普通のおばあさんに見えたそうなんですそして何かを握っていたんですねでその握っているものをポロ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 ,ポロっと手から落ち落として,ていたんです で、何だろうって見たらその手に持っていたのドッグフードだったんですね。で、下を見てみるとスカートの裾に絡みついていたのは大きな大きな,うなぎだったんですよ。その池には大きなウナギが住んでいてそれも100年は越すんじゃないかというような大きな大きな太うなぎニュージーランドの方ウナギなんて食べないからその湖に住んでいたんでしょうね。その うなぎをドッグフードで餌付けをしてそういうふうに散歩をさせていたおばあさんがいて海蛇女という妖怪に見間違われていたっていう話これ私気になったんでその湖に行ってみたんですよ。で夜に行ったらちょっとね雰囲気があんまりにもあの怖くてそれもお化けとかで怖いじゃなくてあの。 やばい人がいそうな感じの雰囲気で怖くて行けなかったんです明るい時に行ってみましたらねドッグフードをちょっと混ぜて投げてみたらあの本当にすっごいこ,こんなうなぎいてっであのこれはカメラに収めようと思ったら近くの方に勝手に漬けをしてはいけませんって注意されてしまったのであのそこで断念してしまって、えー 幻の湖に住むウミヘビと見間違われたかもしれないウナギは撮影することはできませんでした。いやー何の話してるんでしょうかね。まあそういう体験をしたという話でした。えー、ということで今週の「えー、キみヨタん」はここまで久しぶりのソロ回。 お楽しみいただけましたでしょうか、えー、次回は七不思議の吉田桃さんとお届けします。ぜひお聞きください。それではまた、えー、金曜の世界でお会いしましょう。ハイレラー。周り語でさよならはハイレラーと言うそうです。さよならー。